今回は1948年に公開された日本 G メンを見ます。頻発する集団強盗と自動車ギャングを摘発するため、警視庁捜査一課は特別捜査班を組織した。捜査を開始した江藤刑事らは3番目の被害者の盗品から手がかりを得たことで、さらなる盗品の発見に全力を注ぐといったお話のようです。江藤を片岡千恵蔵が演じています。 G メンってどういう意味なのかしら。ガバメントメンの略で、日本語では政府の役人という意味らしいよ。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。世上都各の批判を耳にするのは、ひとえに私の不徳のいたすところであって、決して諸君の責任ではないのである。刑事部長は捜査の大動脈である。諸君はその主脈である。したがって大動脈の高鳴りなくして主脈の躍動は望めない。その意味において私は深く責任を痛感しているのです。本事件の犯人は今日なお用としてその実態を明らかにしないとはいえ、これはいずれにか実存するのであり、いずれにか存在する限り必ず解明されなければならないはずである。諸君、どうか不当不屈の精神でやっていただきたい。捜査第一課の何において絶えまず勇敢にあらゆる困難を克服して前進していただきたい。公衆のため、国家のため、正義そのもののために、諸君どうかお願いする。平石君どうしたね。はあ、なんだかイライラするんです。イライラする？よしたまえ、イライラは捜査のプラスにはならんよ。まったくだね、イライラは捜査のプラスにはならんよ。はあ、江戸君。はあ、君は確か小石川原町の叩きの現場に立ち会ったね。はあ、小石川原町、蒲田西6号、新宿淀橋と、この3つの集団強盗事件立ち会ってます。うん、じゃあすまんがね、はあ、これは宇都宮と埼玉県草加町に起こった2つの強盗殺人事件の記録だな。これ読んで手打ちの比較をやってくれたまえ。は、僕の考えじゃどうも手打ちが似てると思うんだよね。承知しました。とにかく一応江藤君に読んでもらうことにしました。そうか。江藤部長ならかなり的確な結論を出すだろう。
出すと思います、うん、まだ何かご用ですか。はあ、実はもう一つお願いがあるんですが、先だってあげられたチャリンコで中川幸太郎というのがいますね、うん、あの袋が私の町内に住んでおりまして、なんとかして一目せがれにやりたいと。いや、困りますな。私には職務上そういう斡旋はできかねます。いや、ごもっともですとも。しかし、お屋一人子一人ですからな、私もいろいろと泣きつかれますと。いや、せっかくですがお断りします。私にはそういう権限がありません。ほう、と私の顔ではダメだというわけですかな。顔の問題じゃありませんよ。あなただろうとどなただろうと、ダメなものはダメなんです。いや、私は別にそういう意味で言ったわけじゃないんですから、お気を悪くせんようにお願いします。では先ほどお願いした防犯展覧会の方は、うん、これはもう結構なことですから、私の方はできるだけの資料を提供しましょう。は、何分よろしくお願いします。では。深部太一か。加藤君、どうもああいうボスの存在は好ましくないね。まったくですな。いや、広橋君、夜勤かね。いえ、あなたは精霊課金居残りさ。じゃあ今日はめぼしい事件は起きないわ。どうして。だって正木さんが言ってらしたわよ。古川は腕がいいんだけど事件に縁がないって。だから徳田では取れないって。ふん、せいでバカにしたまえ。どうなった。新聞記者の古川さんととっても気だったの。いいかったよ。はい。じゃあお母様、子供待ちになってる。あ、高尾さん。母様が来てらっしゃるわ。あの、江藤さんは。あ、そこです。母がお弁当持ってまいりました。あ、いや、どうも、それはありがとうございます。でも、20日のお前の誕生日には帰ってくれるでしょ。わからんですよ。その日になってみなければ確かなことは言えません。まあ、帰るつもりでいますがね。ねえ、ジョージ。何か汚れ物ないの。ありませんよ。じゃ体に気をつけてね。風邪ひかないように用心しなさいよ。まあ、わかってますよ。今夜もお出かけ。うん。一休みしてから河野君と一緒に森たちを洗うつもりなんだ。母さん、頼むよ。ええ。おう、結論は出たかね。あ、この記録と都内に起こった強盗事件とは同じ犯人と断定していいようです。うん。その理論的裏付けは。まあ、手口から言いますと、目指す家の居住者、付近の交通関係、交番の位置、非常ベル、番犬の有無などを詳細に調べていることが全事件の特徴になっています。うん、なるほど。で、他に気づいた点は。一にあります。それは。この集団は多分に軍隊的記載を持っております、うん、どうしてわかる。行動に統一がありますし、その敏速性から見てそう結論されるのです、具体的証拠としては新宿の事件の時の犯人の遺留品の中に陸軍作戦用群れの一部がありました。うん、なるほど。そういや、その結論は本筋だね。何の話。え、こっちを。何の話。何ね、うん、前拾った男の話だ。誰が。僕さ、夢でね。なあ、だいたいね、会長水臭いよ。僕にだって特大のように提供したらずだ、提供したら。そう思うんだ、ご覧の通り換算でね。え？よし。なんだね。あ、久方町管内に自動車ギャング事件が発生して、被害者は重傷のために、宮橋の神田病院に収容したそうです。うん、10時過ぎだったと思います。私が勤務先の帰りに雷門の付近を取り掛かると、東橋の方向からルームランプを消した1台の乗用車が失踪してきました。ピタリと私の前で止まったかと思うと、車外から手が出てあっという間に私を車内に引きずり込みました。車内の外座席にはピストルを持った2人の男がいました。車はすぐ走り出し、田原町から本庄に出て再び前橋方面に帰ってきました。その間に私は洋服と靴を剥ぎ取られ、水井町に差し掛かった時、
いきなり車外に投げ出されたんです。あ、君、電話。どちらまでおいでです。中野までです。そんならお乗りになったらどうです。相乗りですからお安くしてきますね。さあどうぞ。さあ、ただいま。ああ、近県への問い合わせ電報の返事が来たんですが、4日の日に沼津市でデソートのチューブル会社で盗まれてるそうです。うん、それだな。それから沼津市ではその前日の3日の日に6人組の強盗事件があったそうです。6人組の？あ、少し大胆な推理かもしれませんが、僕は例の集団強盗事件とこの自動車ギャング事件との間には何らかの関連があるんじゃないかと思うんですが。まさか。いや、ないとは言えないよ。ああ、これは考えられんことじゃないね。あ、江戸君。あ、今課長から命令があってね、僕と君たち3人、それにこの加藤警部補を加えて特別捜査班が編成されたんだ。今や自動車ギャング事件の解決は我々の責任だよ。よろしく。いや、こちらこそ。それで早速だがね、例の第三の被害者の貝原浩平氏が意識を回復したんだ。これから行って聞いてみよう。あ、それじゃあ犯人は乗客2人と運転手、その3人ですね。いや、女子隊にもう1人いました。そいつが何かと指図していたようでした。その男の顔に見覚えがありますか？はっきりとは記憶しません。運転手はどうです？運転手には記憶があります。被害金品を言ってください。愛用場に洋服、時計にカバン、それから現金が23,700円でした。それについて何か参考になることありませんか？ございます。何です？時計はウォロサムの8型で、番号は74447でした。それから洋服ですが、これは薄茶の字に縦線の入ったもので、上着の襟裏には布地の耳を覗かせてあるのが特徴です。布地の耳の模様は褐色と薄ネズミの島でした。もう一度願います。薄茶の生地に縦線の入ったもので、上着の襟裏には布地の耳を覗かせてあるのが特徴です。耳の模様は褐色と薄ネズミの島でした。被害品に癌があったのは幸せだね。まったくです。これで紐がつくと簡単なんですかね。うん、おい、みんなこっち来たって言うから慌てて出したんだよ。あの、下田街道、あの甲州街道の下田街道ね、あそこへチューブルのデソートが一台乗り捨てたったってさ、そして車中には警視を愚弄したような置き手前残したったってさ、やったぞ。係長、自動車玩具はこれで一応の収拾は打つでしょう。しかしその後に来るもの僕は恐れます。言うはできない、やりましょう。だね、今夜。そんなことはねえよ。数は少ねえけども、みんないいネタ持ってらねえ。そういうおめえのネタは何だよ？これだよ、ボックスの上等だ。だいぶすり減ってるな。まあいいところは300だな。バカ、いいね。どうしたって500にするもんだよ。なら他へ回し。誰かないかな。500なら掘り出しもんだよ。よ、みんな、腹が落ちてやんな。お、400ならどうだ。
300だ。チェッ、次。次は誰だね。祖先伝来の茶瓶でして。祖先伝来なんて肩書きは根のうちに減らねえよ。銀貨ね。そうですね。おい、マスカ、おめえの領分だ。120名かね。はい。豪邸は目20円だから2400円。いいところそれに300だね。どうだね、嫌なら引っ込めなよ。いや、やむを得ません。お渡しします。誰か洋蘭の持ち合わせはねえのか。愛は近頃いい値だで。いくら欲しいんだい。大の方でさ、美大事もんかけたってやだね。それじゃ団子になられん。じゃあよしな。てめえなんかの手にをしろもんじゃねえよ。出しゃばらねえ。すみません。どうだね、村さん。一番ここ、俺のいいね通りにするとまたいいこともあるよ。手を打たねえかね。どっぽいやるわだな。おめえに勝てねえよ。さあどうだ。ご覧の通り、洋蘭はとびきり上等な値だよ。他に持ち合わせはねえか。まんじゅうはどうだ。時はねえか。これを引き取ってくんねえかね。腹が空いて目が回しそうなんだ。ちゅ、今夜ネタがいってやがったのは誰で。どこ行くんだ。どこだっていいじゃないか。来りゃいいんだよ。来なよ。はっちあげだな。おい、身ぐるみ脱ぎなよ。でねえと今日からここの手屋にはつけねえよ。何してんだい。ちった目先を見なよ。早くとんぶらしないと今朝は刈り込みだぜ。本当か。嘘だと思ったらじっとしてねえよ。今に分からねえ。さあ行こう。一緒に来るんだ。どこ行くんだ。親切なおばちゃんと姉ちゃんのいるところさ。ここは君には良くないよ。もう夜が明けてる。おはよう。早いんだね。うん、寝しましたね。よく眠れたかい。ええ、ミシンの音が遠くにぼんやりと子守歌みたいに聞こえたわ。母様ずっと起きてらしたの。4時に目が覚めたっけ眠られないもんだからね。毒だわ。せいぜい長生きなさるようにしなくちゃ。朝から起こうとかい。ええ、怖いんだね。あら、兄様だったらもっと怖くてよ。そういえば、伊藤さんとジョージは昨夜も帰ってこなかったようだね。忙しいのよ。次から次へ事件が起こるんですもん。捜査一課の口を見てるとこっちが息苦しくなっちゃうわ。はあ、どうしてそう悪いことする人が多いんだろうね。どなた？ジョージかい？僕です。江藤さんよ。ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。小ぶつきの朝貝とはどうです。おい、おばちゃんと姉さんに挨拶しなよ。横山啓一というんですがね、悪ずれしてないんで野上の地下道から拾い上げてきたんですよ。私の彼の仕事を代行なすったわけね。まあ結果はね。ずっと野上にいらしたの。ええー、3日潜っていたんですがね、とうとう結果はゼロでしたよ。ジョージは一緒じゃなかったんですか。白石君は昨夜塾の方を洗ってるはずなんですが、今朝あたり一度帰ってくるんじゃないんですか。あ、着替え持ってきましょうか。いや、いいですよ。それより子供の方お願いします。え、じゃあ坊や靴脱いでうちっとお顔洗いましょう。野上どのくらい行ったの。3日だよ。お国は。長野県だよ。黙って追い飛び出してたんでしょ。うん、僕の母さんママ派だから。ママ派の母さん、
あんたはいじめたの？いじめはしないよ。けど、なんだか面白くなかったから。とっつけなかったのね。毎晩、本当の母さんの目を見るんだもの。わかるわ。さあ、こっちへ来ておかわらってちょうだい。はい。だけどよくあんたかち上げに合わなかったわね。かち上げって？ごたつよ。無理に物を取られちゃうわと。ああ、それならやらなかったんだよ。そこへちょうど江藤のおじさんが来てくれたんです。まあ、あんた運が良かったわね。本当だ。あんたは運のいい子供ですよ。ジョージかい？お帰り。お帰りなさい。江藤さん帰ってるんですか？もうさっき。お、どうだった？あ、ダメでした。こっちもだよ。奴ら野上とは関連がないようだね。塾の方もこれと思うところは全部洗ってみたんですが、手がかり一つつかめないんです。そう。結局これは、なし割り一本の重点捜査だね。それに、陥落地帯の徹底的調査。もうこの他に方法はないね。はあ、まあ、とにかく体も洗おう。はあ、おい、白石君。これは野上から拾ってきたんだがね。君の目にはどう見える？おお、これはなかなか素直そうじゃないですか。これなら脈がありますよ。そう。それは聞いて安心した。実は君のお母さんにしばらく預かってもらうと思うんだ。それはいいですね。母もきっと寂しさが紛れますよ。おい。はい。俺たちはすぐに君を家へ返そうと言わん。こんな落ちたって君はまたすぐに家を飛び出すだろう。しかし、できるだけ早くお父さんと帰る気持ちになるんだよ。え？いいか。はい。よし。さあ、こっちへいらっしゃい。あ、江藤さん、警視庁からお電話ですよ。大至急ですって。あ、おはようございます。あ、おはよう。6人組だってね。そうだそうです。やったらだな。あ、現場行ってみないと断定できませんが、多分そうじゃないかと思いますね。江藤君たちに連絡つけたか？河野は電話しました。うん。直接現場いらっしゃるの？そういう指令です。やっぱり例の一味なんでしょうね。多分そうでしょう。ジョージ、明日の誕生日には帰ってくれるだろう？そんな場合じゃありませんよ。何があったの？6人組の強盗殺人事件なの。一人が殺されて、一人が重傷なのに。どうだ、古川君。君はこの事件も例の一味の犯行と見るかね？うん、見るね。手口から見てもこの事件だけが独立したものだとは考えられんよ。金森さん、出ましたよ。出た。こいつはとにかく収穫だね。これで病院を送った東の陳述やられたのがいいんですかね。残念ですが、被害者はついに死亡しました。じゃあ陳述は聞けなかったんだな。いや、多少はやられました。それは？犯人が一味の一人を参謀と呼んだそうです。参謀？あ、それは軍隊用語の散歩かね。あ、だと思います。陸軍作戦用務令と散歩か。すると多分に軍隊的色彩を持つ犯罪集団が都内に潜在し、その集団によって一連の殺人強盗事件と自動車逆無事件が発生した。江藤君の見込みはこうなんだろ？あ、金森君の見込みは江藤君と同じです、うん。それでは、我々もその見解に同意するとして、捜査の重点をどこに置くね？これも江藤君の説と同じなんですが、例の特徴のある被害品目の発見、陥落地帯の徹底調査。この2点だと思います。うん。じゃあ、すぐ当たってくれたまえ。応援はいくらでもつける。全都内の古売者、古着屋、闇市、陥落地帯、こういうところを徹底的に洗うんだな。こんにちは。どなたもいないんですか？
はい。あ、いらっしゃいまし。警視庁の問題はね、ちょっと店内の商品を知らせてもらいたいな。は。あ、どうぞ。君のその時計、ゴロさんの8型だね。さあ、なんと言うんですか。この間無理に買わされたんですけど、本当は私もっと小型が欲しかったんです。君の名前は？村岡雄一。前職は何？舞台の小山です。下回りでしたけど。あ、なるほどね。後でその時計調べさせてもらうよ。ええ、どうぞ。これは？衣類ですの。地方からの注文で荷造りしてたところです。そう、ちょっと中見せてくれないか。はい。時計見せてくれたな。はい。7444。どうぞ。邪魔だけはされたくない。どうしたい参謀、何をそう気にしてるんだよ。ぐよぐよしなくたって直ぺはあんたを裏切るのかしねえよ。もしおったらどうする。その時はおめでて責任持つのか。それが参謀のしがみってもんだよ。参謀、もっと自信を持ってほしいね。ナッペはあんたに首ったけじゃねえか。首ったけの女が俺のいるとこで頭にはできるかい。そうそうだ。そこは間違いのもとなんだよ。参謀にはナッペの腹がまるっきり上がっちゃいねえんだ。どんな腹で？見りゃわかるでしょ。ナッペは奴をカモにするつもりなんです。そのつもりで天満屋で見るのか。Thank you.
方が許したまえ。えい、これで今日やろう。やろう。やるんじゃねえ、戦うんだい。まず、バカ野郎、ちっと目先をそらえ。あ、待ちたまえ。今夜、やつ一人あげりゃいいんだ。連絡してくれたまえ。は。どうして君はみんなから参謀と呼ばれてんだい。説明してみたまえ。怖いな。さっきから何度も言うとおり、僕は誰からもまだ参謀なんて言われたことありませんよ。しかし君、この河野君は確かに昨夜キャバレーモナコで聞いたって言ってるぞ。そいつは多分何かの間違いでしょうよ。おい君、いつまでも強情張ってたってしょうがないじゃないか。え、男らしく言ったらどうだ。だって知らないものを言えないじゃありませんか。無理言わないでくださいよ。じゃあ昨夜のあの3人はどこのなんてやつだい。そいつ言いたまえ。せっかくですがごめんこもります。口が裂けたって言えませんから。口が裂けたって言えない。ああ、いいよいいよ。君は言わなけりゃダンサーの秋月直美に来てもらうぜ。それもいいでしょう。あの女は雲の上に天人が何人いるか、地下百尺のところに虫が何万匹いるか、そんなことまで知ってますからね。何？係長、ちょっと。おい、貸したまえ。金森さん、この間の現場指紋、この男の指紋とは合致しませんね。そうか、やむを得ないね。はさあ、君入るんだ。前もって鑑別室の構造を説明しておきますが、鑑別室はこちらの部屋から向こうはよく見えますが、向こうの部屋からこちらは絶対見えない仕組みになってますから、どうか安心してご鑑別願います。はい、どうぞ。どうです。運転手じゃありませんね。そうです、運転手とはまるで別人です。しかし女子大にいたのは、あるいはこの男じゃないかと思います。確実にですか。いや、確認はできませんが、漠然とそんな気がするんです。小寺さん、あなたは。僕には全然この男の記憶はありません。じゃあ客席の二人はどうです。二人には似ていませんか。さあ、何分客席は暗かったので。いや、僕も客席の二人には全然記憶ありません。いや、どうも。どうだったの。失敗でしたよ。会長にそう言ってください。江藤さん、兄はどこにおりますの。白石君。ええ。ああ、そういえば朝から白石君の顔見えないが。昨日から連絡がありませんの。そういうことになりますがね。しかし6時から連絡会議を開くことになってますから、それまでには帰ってくるでしょう。そうでしょうか。何か給与でもあるんですか。いやね、今日は兄のお誕生日なんですの。ほう、そうでしたっけね。じゃあ白石君はひょっとするとうちの方へ帰ってるかもしれませんよ。そうかしら。え、じゃあ私うちへ帰ってみます。はい、ありがとう。おばちゃん、今日はごちそうですね。今日はね、ジョージのお誕生日なのよ。本当はもっとごちそうしてやりたいんだけどね。どう、おやってもらいいもんでしょ。うん、だからね、あんたも早く家へ帰る気になんなさい。けど僕の父さんや母さんはこんなじゃねえんだもん。そりゃあんたのひがみというもんよ。
親と名のつくものは誰しもみんな子供のことばっかり考えてるのよ。あんた字が書けるんでしょ。うん。じゃあね、その気になったらすぐお父さんに手紙を書きなさいね。おばさんはそればっかり待ってますよ。うん。ジョージかい？あたしよ。おかえり。ただいま。お兄さんも帰らなかった？まだ。本当に帰らない？待ってんだけどね。どこへ？お電話よ。はいはい。はい。はは。江戸部長、電話です。あ、江戸です。高ですけど、兄はまだ帰りませんのよ。え？まだ。もしもし？もしもし？あ。そちらにもまだなんですの？ええ、まだなんですがね、帰ったらすぐに連絡します。どうぞね、お願いしますわ。白石君の消息は昨日からすっかり途絶えてるんですがね。何君、先生のこった。今にきっと素晴らしい情報を携えて現れるよ。白石君の身辺に何か起こったことはもう決定的ですな。そうだ。もう猶予はできん。諸君、直ちに白石の足取りを取るんだ。全力を挙げて白石刑事を発見するんだ。はい。とうとう帰ってこなかったね。江藤さんからも電話かかってこないし、ジョージはどこ行ったんだろうね。ジョージはどこにいる。大丈夫よ母様、兄様に限って滅多なことありませんわ。そうだといいんだけど。分かった、私すぐ連絡しますから気を楽にして待っててくださいね。ああ、ちょうどよかった。さっき打ち合わせに帰ってきたとこなんですよ。あの、兄はどうなんですの？まだ消息は分かりませんが、捜査の枠がかなり縮められていますよ。江藤さん、本当のことを言っていただきたいわ。兄は絶望なんでしょうか？僕は今、奇跡を願っています。あなたはまだいい。僕はおばさんのことを考えると。たまらん。ちょっと出かけてきます。曽我部ですが、金森警部おいでになりませんか。先だってお願いした防犯展覧会のことでお伺いしたんですが。係長はそこどこじゃありません。またのことに願います。片岡千恵蔵の演技がいつもよりナチュラルな感じがしたね。うんうん、時代劇のような芝居が彼のスタイルかと思っていたけど、役柄に応じて変えることができるんだね。そうだね。他に何か感じたことはある？月形龍之介や原健作などがなんか若々しい感じがしたな。確かに現代劇だとちょっと印象が変わるよね。うんうん。あとクレジットに沼田洋一の名前があったけど、どこかで出ていたのかしら。うん、ちょっとわからなかったな。そうなんだ。次回は日本 G メン後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。